どうも皆さん、こんにちは、もどれです。それでは廃墟を続きからやっていきましょう。もう廃墟は本当にギャグ高校だからな。もうずっと笑ってられるからだ、この高校で。休む。ブイブイーン。本当にまた来た。いちいち来なくていいのに。この間しょぼいところを見せしてしまった。確かに弱そうだったでやんす。今日はそんな失態はしない。例のやつ始めい。ゴー様、俺は省略しますよ。私も割愛に方向で。やるぐすー。わしにかけりゃホームベースは踏ませないぐす。東野球部四天王の一人、ドケンレイジグスー。ちょ、ドラ直すの早すぎだろ。まあいい。俺の32色の変、あ、直球か。直球の力、思い知りやがれ。落書きゴスケ。ふう、決まった。あいつらビビってやがるぜ。しらお。なんでだ、しらけてやがる。俺のワニがいけないってんだ。ヘルメットに声がこもって聞こえにくかったね。そして俺様がゴー軍団を仕切る。そうだな。今日は俺様たちの力を見せるとするか。やれ。はい。なんとね、野球センスらはいいという。野球はできる。分かってもらえたかな。そうだそうだ。東対西の勝負の方法だが、県大会の直前にタイマン勝負で決着をつける。なにおめえ返上するぞ。はい、これ、おめえ挽回と間違えず、失態は挽回しても価値はない。名誉を失った時に挽回する。で、土剣と落書きになりましたね。まあこれで紹介終わりかな。まあ長えわ紹介、あいつら。お、監督いいね。監督とね、このゲーム友情タッグ組むことができるんですよね。で、これガンダね。かわいいでやんす。決めたでやんす。ガンダーでやんす。ってことでガンダーに会いました。よしよし、こっからイベントがあんまりないんで、まあエクちゃん追っていきましょうか。エクちゃん、声彼女。あいつは良かったな。行くよ。うむ、あれはスカウト。影山でやんす。で、影山のイベントは、まあ、ちょっとスルーかな。で、6月。8月に野球部全員で合宿したいと思う。厳しい合宿になるぞ。それは甲子園に出られなかった場合だ。そうなった時は体力温存していかないと合宿で思うように練習できないということになるぞ。しっかり休んでおけ。そうですね、甲子園に行きましょう。で、あとパーリン買っておきましょう。これ、あの、忍者の女の人が来るんで、ランダムイベントで、その時用に一応パーリンはね、持っておいた方がいいです。守備でいいかな。気合も入れとこう。はい。お、監督、ナイス。OK。素朴な疑問なんだけど、なんで東西に野球部が2つあるんだろう。しかも、校舎もボロボロ。そのことか、実はな。数週間前。おい、校長、ちょっとこっちに来やがれ。おろろ、君、あ、へへ、ヘル。ヘルがなんだって。ヘルクション。へ、変わったくしゃみしやがる。こっちは来い。今度の県大会の監督をちょっとやってくれねえかな。仕方ないの。校長のドアが開いてるじゃねえか。まあこんな風に校長がはっきりしなくて弱気なんだよ。ああ、なるほどね。それに甘えて悪い生徒たちが分裂していったってわけさ。そうなの。ここの校長、代々同じ家系でやってるからな。校長室行ったらびっくりするぜ。同じ顔がずらーり。しかも全員が弱気って噂だぜ。もう継承されてますね。何代一族が代々やってるでやんすか。東西がまとまらずにどんどん校舎もボロボロになっていくんだ。校長よ、こっち来いや。あ、おろろろろろ、本当だった。先生たちには期待できないな。で、気合が入りました。探したでやんす。ホモくん、さっきいなかったでやんすね。トイレでやんすか。監督から大事なお話がある。で、ミーティング練習ね。はい。これ、まあ、パープル13のおなじみの練習ですね。誰もいない。休もう。はい。今日も張り切って練習だ。喉が渇いたら我慢することはない。遠慮なく水を飲め。いいな。ん？どうしたことだ。まさか。ない、水亀の貯蔵率が 0% じゃないか。水亀？水道施設なき廃墟コンコンにとって水はまさに命の水。水がなくなることは死を意味する。
これ多分北斗の拳イメージしたよね。だから廃墟高校ではみんな水は水がめに溜まって使っているんだ。今まで知らんかったのかお前。全然知らんかったでやんす。あれだけあった水を誰が。ミヤちゃんがなぜか風呂を沸かしたでやんす。あいつか、世話の焼けるやつだ。今度ガツンと言ってやらないとな。あんまりきつく言うと喜びそうだな。軽めにしとくか。ここの野球部員たち、水がなかったら練習に来ないんだ。はい、これ廃墟高校のシステムですね。特別に水汲みに行ってくると。はあはあ、水汲んできた。めまいするほどにな。それにいろいろ危険だしな。明日から頼んだぞ、水汲み。はい、で、こっから、水汲み。水がめがいっぱいだぞ。あと連絡、もう回すように。水がないと安心して練習できないんだよな。で、水汲み隊長に任命されました。はい、これ、水汲みコマンドね。大役もらったでやんすね。ほぼくんが水汲みの救世主でやんす。へへん、は、むすらやとこだった。で、まあ、様子を見に行くかと。はあ、はあ、やっぱり遠いよ。やんす。お、助けて。気のせいだよ。助けてくれー。あー、こぼしまい。これじゃ怒られちまうぜ。そうだ。ほうほう。こいつ、サッカー部のくせに達人バット持ってやがった。ゴー様への、怖すぎるやんす。水汲みに来るたびにこんな恐怖に脅かされてダメなのか。はい、って感じで、まあ、東野球部ですね。東野球部が、まあ、邪魔しに来るんですよね。これがね、恐ろしい。この高校の恐ろしいところ。で、水を、練習すると、こう、水をですね、消費します。今回41リットル消費。だから少なくなったら、まあ、足すって感じですね。少なくなったら足すだけやから。やめろ！お前は音から、うわ、逃げろ！ちょっと待てー！人がせっかく気持ちよくしてるときに、どうとしまいつけてくれるんじゃい。そうでやん、そうでやん。俺メガネ、そんな遠くにいちゃ何も聞こえんだろ。聞こえてやんす。あん？こら、おめえら舐めとったらあかんぞ。うらー、危ない。果たし状や。なんだこれ、パンツ、なんか黄土色でやんす。ゴールデンパンツだ。間違えた、こっちこっち。母ちゃん、なんでこんなもの制服のポケットに入れとくんだよ。こいつら大丈夫か。気にならないわけないじゃん。というわけだ、じゃあな。おい待て。しかしすごい速さで矢が飛んできたね。お宝を恐るべし、いろんな意味で。で、果たし状を残し、お宝は東焼きベッド帰っていった。今日はめちゃくちゃいい天気だな。水、水、でやんす。太陽の体の水分を奪われてるんだろう。なんだって、快晴でやんすかね。はい、まあ、快晴が一番ダメっすね。まあ、いろいろ説明がありますが、これは私が後でしておきます。はい、快晴だと、消費量が一番多いんですね。晴れてる日が。だから、晴れてる日はね、あんまり練習はしたくないんですが、まあ、そんなことも言ってられないんでね。そうそう。噂に聞いてきたが、すごい恐怖と緊張感だ。甲子園予選の出場権がかかってるでやんすかね。誰から行かせるかな。あいつがいい。見事勝利し、予選の唯一の切符を手に入れてこい。負けた者は甲子園には出れん。お宝行けい。うっす。おめえなんかに負けると思っとったんかい。舐めたら痛い目見るぞ。ちょっと痛さが想像できるから嫌だ。こっちを負けるわけにはいかない。10球って得点の高い方が勝利としよう。同点は我々の勝利とす。いけ。14点。まあ、気合い入れますか。不安なんでね。黄色ぐらいでいいでしょう。これ負けたらえらいことになってたわ。お前の勝利だな。まさかこの俺が負けるとは。母ちゃん、予選に出るのは俺たちだ。待っていたぞ、お宝。そのおっさんみたいなメガネはなんだ。おっさんはあんたや。何を、曲がったことでやつは許さん。カーツ、すごい声だ。本当でやんす。息整えてる、整えてる。カツを入れた結果どうでやんすか。なんとお宝が構成しました。うおー、まともになってるよ。そうでやんすね。でも元がまともじゃないから完璧じゃないけど。確かにでやんす。よし、これで仲間も増えたことだし、甲子園に向けて頑張るぞ。
で、これお宝が西野球部に入部しました。くっ、校長、俺様たちが甲子園出たいな。おろろろ、じゃあ君たちが出場じゃ。なんでですか、俺たちが勝ったのに。天下の校長様に逆らうのか。すまん、恐怖でちょっとおしっこちびりかけじゃ。今回は仕方ないんですが、次からしっかり頼みますよ。分かっておる分かっておる。甲子園予選出場権は我が手に。めちゃくちゃやなこいつら。まあ、このめちゃくちゃさとはアホさが廃墟高校の面白さなんですけどね。で、お宝もチームメイトに入ってきましたね。ほい、お、機材、ピッチングマシンだ、いいね。エクちゃんがメンタルか、メンタルじゃねえや、ミーティングか。エクちゃんマジで完全したいんだけどな。県大会に出られない。俺たちまだ1年生じゃないか。頑張れよ。休むか。まあ、合宿次あるんで、ちょっと体力調整しておきたいけど。ぐひゃーい、水汲み場は我ら5軍団が占拠したぜ。なに、他の部が水が汲めなくて困ってるだろうな。つうことで、これ物々交換っていうイベントが起こりますね。90リットルの水と、なんだこれ、パワフルメンタルボン、ちょっと交換しますか。あ、精神練習が強化するだけか。うわ、いらねえ。特に誰もいないんで、これ水汲み行きましょう。水汲みに行くぞ。本当に遠いや。一緒に行こうとか言うでやんす。倉庫行ってるうちに着いたよ。廃墟らしくボロボロだわ。さあ、キュッキュッキュッと。あー、90リットルしか組めんかった。うわー、全然組めんかったら。ピカー。うわー、また晴れか。え、合宿地に向かう。ただ合宿だから関係ないっすね。水は遊びに行くんじゃないぞ。ちゃんとおやつ持参してきたでやんす。着いた。運が見える合宿場でやんす。綺麗だね。時刻と特訓頑張っている。俺はめげない。気合い入れて練習だ。よし、じゃあ頑張っていきましょう。ここでもまあエクちゃんを追いますか。エクちゃん来ないね、なかなか。あー、でもこれな、まあお宝を追うか。ちょっとね、合宿がねあんまり良くないんだよな。テレビで甲子園の中継が始まったよ。オイルたちがあそこで野球してたはずでやんすのに。来年は絶対出てやるぞ。で、ミートを上げてパワーも上げましょう。パワープロ13からね、あのミートが影響するようになったんで、強振に。うわ、誰もいねえ。ミーティングやるか。ミーティングあんま良くないけどね、練習効率。で、合宿終わりと。明日からまた厳しい練習が始まる。疲れを癒しておくように。オッケー。で、9月で。すごく晴れたね。うわー、快晴か。また合軍団が水。さあ、誰来る？ビルドファーリン。いいね。20リットルでビルドファーリンは全然あり。使いましょう。あ、エクちゃん精神いる。これちょっと精神いきます。来い、エクちゃん。来た。エクちゃん付き合えるかな、これ。怪我しちゃうかも。ありがとう。お、あ、なんだよ、練習機材壊れただけかい。エクちゃん、マジ頼む、エクちゃん来てくれ。あー、来ないか。来ないんで水がめ行きましょう。何リットル組めるかな。90か、あんま組めんな。たった一人で、そして徒歩で偵察に来たでぐす。あいつの能力を見極めるためにこの紙に引っかかるのも飽きたぐす。これで偵察に行けるぐす。ふんふん、どよん。ん、ちょっと曇ってきたでやんすね。曇ってきたから水汲みのチャンスでやんす。矢部くん行こう。こんなところに超高級なふかふかベッドマット置いたやつ。
お主たち、よっぽどグス。なんで気づかないグス。ベッドマットが喋った。曇ったんじゃなかったでやんすね。お、金網のドアに引っかかってる恥ずかしい写真が校内の掲示板に貼られていた人だね。野球に集中してるのに周りなんか見えると思うか。そうでやんす。野球以外何が見えるっていうでやんすか。なんて好きなことを言うぐつ。こないだ可愛い子ちゃん見てたよね。若かったでやんす。まだそんな立ってない。全然立ってるよ。全言撤回ぐつ。お主らを野球でボロボロにしないと気が済まなくなったぐつ。クレーン車で吊るし上げるぐつ。もしもだよ、勝負する機会があったらこっちだって負けないぞ。はい、ということで気合がめっちゃ入りました。で、また誰もいないんで水汲み行きましょう。まあ水汲みは体力なしでできるんで、基本的に体力が死にそうな時にやるのがおすすめかな。で、土剣っすね。王様に命を受けて負けるわけにはいかないぐす。さあ、ということで何点だ。8点。弱、気合入れるか。一応まあ気合はあるんでね、これでいいでしょう。いきますか。はい、ってことで勝ちました。19点。まあちょっと最初の2本で勝ったんで、もうそっからは編集してました。これを機にダイエットグスか。甲子園予選に出るのは俺たちだ。待っていたぞ土剣、お前は太りすぎだ。もっと節税をスッとだな。まだまだ食べるグス。曲がったことを言うやつは許さん。カーツ。ふう、結果なんと構成しました。まともになってるよ。元がまともじゃないから完璧じゃないけど、これで仲間増えたことだし、甲子園に向けて頑張るぞ。で、土剣が西野球部に来ました。んー、じゃあ能力上げて、まあ補給上げるか。精神練習しすぎたな、ちょっと。で、また水汲み行きますか。もうせっかくなら30にしちゃうか。 OK、 チース。お、来たかな。あー、ボール磨きか。結構量が多くて、これ手伝いましょう。俺も手伝うよ。嬉しいな。いつも任せっぱなしは悪いし、それに2人でやればすぐだよ。ナイス。で、県大会。あ、じゃあ今回この辺で終了させていただきます。はい、あれ控えんだって。監督評価足りんかったか。じゃあバス停前っすね。じゃあ絶好調まで気合い入れましょう。じゃあ次からは、地区予選ですね、頑張っていこうと思います。それじゃあこの辺でお疲れ様でした。